やあ、今回は僕、ダイゴがお送りしよう。原子グラードンの登場だ。原子グラードンは、グラードンが原子回帰した姿。原子グラードンは、全身に見えるエネルギーがマグマの中を増やし、一歩進むことに大地を作り出すと言われている。また、マグマ状の体から発する光線、変更を操ることができる。まさに大地の覇者、原子回帰とは神秘の塊だ。